子が座ってるんですよ、うん、犬が狂ったかのように吠えて、今もうそこに行こうと思えば全然行けるんですよ。どうも皆様こんばんは。国の時間、日本ゾッとするマップ制作委員会、伊勢です。お願いします。はい、ということで、今回は前回に続いての体験者さんのお話になります。今回は現在進行形で続いている恐怖ということで、早速見ていただきたいと思います。見る前にチャンネル登録高評価だけは本当にお願いします。してください。自分がまだ大学の在学してる時なんですけど、はいはいはい、何県何市でしたっけ。兵庫県加古川市です。加古川市。マンションに住んでるんですけど、はい、一応実家で、うん、で、まあそれこそ内定式の前ですね。内定式は11月頃だったんですけど、はい、僕8月から、うん、まあ、その肘を、まあ、昔にずっと怪我してて、はい、体験者の彼はですね、怪我をしてしまったことによって、まあ、野球などもできなくなってしまったんですね。まあ、その間、まあ、病院で手術したりとかもして何もできない期間っていうのがあったんですけれども、まあ、その頃ですね、大阪に住んでる友達から急に深夜の12時とか1時ぐらいに連絡が来てですね、ちょっとドライブ行かへんかって誘われたんです。で、友達とドライブに出かけて、まあその辺ブラーっと喋りながら回って、でコンビニに泊まってこう談笑とかを楽しんでたんですね。でそろそろいい時間になったから、もう3時半とか4時ぐらいになった時に、じゃあそろそろ帰ろうかということでマンションのところまで送ってもらったんですよ。で、まあこの辺りでいいよということで降りて、その目の前の公園なんです。で、目の前の公園に背もたれのないベンチが2つぐらい多分あるはずなんですけど、はい、だから女の子が座ってるんですよ。うん、真っ白の T シャツみたいな、うん、はいはい、ちょこんって座ってたんですよ。はいはい、明らかにおかしいんですよ。深夜4時ぐらいなんですよ。深夜4時ぐらいに、もう小学校低学年ぐらいの女の子がベンチに T シャツ1枚で座ってる、そんなはずがないんです。よく見ると足見えなかったんですよ。ずっとなんかこううつむいてるっていうよりかは、なんかこう斜めを下を見ながらね、ずっとこうちょこんっておるんですよ。うんうん、体験者さんはその異様な光景にあまりにも怖くなって声をかけることもできず、ブワーッとマンションの方に小走りで行ったんです。で、小走りで行ったんですけれども、そのマンションっていうのはエレベーターが2機あるんですね。まあ右左と2機あるんですけれども、慌ててあまりにも怖いんでエレベーターのボタンパパパパパパ、早く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 って押してたんです。早く早く早くって押してたんですけれども、その朝方4時ってなったら、まあ、基本的にはエレベーターの電気とかも消えているんで、ボタンを押した段階で電気がパッとつくんですね。まあそれが確認できるのっていうのは、エレベーターの前にモニターがあるんですよ。で、そのモニターでエレベーターの中の様子が映し出されているんですね。で、ああめっちゃ怖かったな、早く降りてこいへんかなと思って見たら、これ基本的にはだいたいエレベーターって2機あったら、まあ真ん中ぐらいで調節して止まっているのか、それともバラバラの階に止まっているかなんですけれども、自分が住んでる11階に2機とも止まってるんですって。今までそんなこと1回もなかったんです。で、左側のエレベーターがずーっと降りてきて、まあ、ようやく着いたから乗ろうと思って乗り込んだんです。映像を見ると背中側にさっきいた女の子の服が映ってたんですよ。うわっと思って、あまりにも怖くなったからすぐ違う階にパンとボタンを押して早めの段階で降りたんですよ。で、そっからもう無我夢中で自分の階までエレベーター乗られへんから、もう階段でブワーッと駆け上がって自分家に着いたらしいんですよ。で、自分家に着いたら、まあお母さんがいつも寝てるんですけれども、その帰ってきた音で目が覚めたんで、あまりにも怖かったから、お母さんが寝転がってる横に行って、お母さんちょっとめっちゃ怖かったわ、もう完全に幽霊見た、マジで怖かったわっていう風に話したらしいんです。もう本当多分その日からって言っていいと思うんですけど、はい、トイレに行こうとしてドアを開けたら、もう犬が狂ったかのように吠えて、追いかけてくるんですよ。うん、まあ、その日以降ですね、まあ、自分がトイレに行くだけじゃないんです、まあ、お母さんがトイレに行こうとしてもパーッと歩いてるだけで、ワンちゃんがババ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 ンとすごい勢いで、もう壊れたんかなって思うぐらいの勢いでずっと吠え続けるらしいんです、まあ、それが永遠に続いていくっていうんですよ、まあ、その9月の末とかやったんで、まあ、僕大学まだ4回やったんで、はい、9月の末からもう授業が始まってたんですよ、岐阜で、はいはい、10月の2週目ぐらいから岐阜に戻ったんですよ。うんうん、まあ、ある日なんか夜お母さんが電話かかってきて、はい、お前が帰ってから犬トイレまでこんくなったわって言われたんですよ。
やっぱり動物や赤ちゃんっていうのは幽霊の存在が分かると前から言われているんですけれども、そのワンちゃんにももしかしたら伝わったのかもしれない。だから何とかして追っ払おうとして必死に飼い主を守ろうとしていたのかもしれませんよね。あの日、あの時公園で足のない T シャツの少女を見て以降、エレベーターでその女の子が着ていた服をちらっと見てしまい、そこからワンちゃんがずっと吠え続ける。しかし彼が岐阜に行った瞬間にはピタッと止まる。これは間違いなく彼についてたんじゃないかなと思ったんですけれども、この話まだ続きがあります。もうなんかもうオチとかもないんですけど、はい、これはどうなんやろうなっていうただの質問なんですけど、たまにっていうかもう今だにそうなんですよ僕。いまだに、あ、そうそうです。え、これ何年前でしたっけ。だから去年の9月、去年のもう今頃っす。その女の子を見たって、僕は。なるほど。あのトイレまで追いかけてこんかったことないですね。へえ。まあ、でもまた変なのが、日中は追いかけてこないんですよ。うん。夜になったらもうバグったかのように追いかけてくるんですよ。彼が岐阜から実家に帰ってから、今まで泊まっていたそのワンちゃんが吠えるその衝動なんですけれども、彼が実家に戻ってからはまたスタートしてしまうんですね。未だにってことですもんね、それが。そうです。じゃあよっぽどなんかこうハマるものがあったんでしょう、その小学校ぐらいの女の子に。だからむちゃくちゃ公園で寂しい思いしてて、あの兄さん見えてるわと思ってついてきてるんでしょうね。でもなんか怖いとかそういうの感じたんですか、見た時。なんかあこの人変やわと思ったら僕あの鳥肌立つんですよね。はい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 、はい、でその感覚にはなりました。ああ、なるほどね。またその足がないっていうのがまあ、はい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 、なんかそのやっぱり亡くなられた原因の一つなのかなっていうふうには思っちゃいますよね、その女の子がね。まあ雰囲気的に笑ってるわけでもなんか悲しんでるわけでもなんかわけでもなく的な。ああ、ってことは亡くなったことに気づいてない可能性もありますもんね。そうなんですかね。例えばその公園の前って道路だったりしますね、はいはい、片道車線の道路、狭い道路です。じゃあ事故の可能性とかもありますもんね。その前ほどはっきりは見えなかったんですけど、うん、8月に僕こっち帰ってきて1回だけ全く同じ場所に3時半4時ぐらい、3時半か4時ぐらいに、うん、その女の子ポンって座ってたのは1回だけ見たんですよ。じゃあ2回見てる可能性があるってことや。なるほどな。なんかまあいろんな考察のしがいがある話ですよね。でもしかしたらただの今の話聞いたの考察なんですけど、はい、例えば、まあ、お母さんとの待ち合わせ場所じゃないけどその公園行っててよく遊んでて、お母さんが迎えに行くからあの公園で待っときなって言って待ち合わせをするような場所やったのかもしれないですよね。はいはいはい、なんですかね。でもなんか自分の体に害は全くないんですよ。その名古屋の時もそうですし、うん、こっちの時もそうなんですけど、うんうん、なん例えばなんかあれじゃないですか、写真撮った後にその 見たことそのあの公園の女の子が背中に映ってるとか、うんうん、そんなの全くないんですよ。例えばラップ音増えるとかはないですか。体験者さんの住んでる部屋には全くラップ音っていうのはないらしいんですけれども、まあ、部屋でいると明らかにリビングの方からきしむ音が聞こえるんですって。ギーギーギーと、あれこれなんだろうと思ってると完全にこっちにギー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 っていうのが近づいてくるっていう、そういったラップ音は聞こえるらしいです。初めは絶対リビングの方から僕の方に来るんで、あ、そのラップ音の鳴り方はきしみとしてはおかしいですもんね。はいはいはい、うん、なるほどね。なんなら僕も今もそこに行こうと思えば全然行けるんですよ。マジっすか。時間も12時、まあ、11時半なんで、はい、でもその2回とも見たのが去年見たのが多分4時半、4時40分から5時の間やったんですよ。また5時にはなってなかったと思います。まあ、だから今行ってどうこうとか分かんないですけど、すみません、ごめんなさい、ありがとうございます。はい、いや、すごい。なんかもう2回見てからもう全く見ないようにしてるんですよ。うんうんうん。で、あのここが多分今僕が住んでるところなんですけど、はい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 、ここもうちょっと行ったら、あ、もうそうですね、ここっすね。めちゃくちゃ住宅街なやろ。あ、そうそうす。あ、もう今そうですね、ちょっと待って、なんかちょっとビビってもらうんですけど可愛いな
いないんですけど。はい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 。そうですね、ここですね。どこにベンチがあるんで、あ、これ入れないんや。いや、入れるっす。あ、入れますか。一回入ってみますか。あ、いいですか。びっくりした。そうですね、まだ人通ってるんでちょっと気持ち的に楽なんですけど。あ、でも意外とでかい公園でもないんですね。もう本当めちゃめちゃちっちゃいんですよ。うんうんうん。でもここに手元がないじゃないですか。これやったらでも待ち合わせ場所に使ってもおかしくないですね、お母さんとね。はい。で、ここを歩いてたんですよ、僕が。うんうんうん。これの、一番手前、手前にいたんですか。あ、もうこの3つあるんですけど、ここ、はい、これですね。へぇ。でも、ほんま、ちょうどほんま、もう、マット真ん中ぐらいです。うんうん。にいて、うん。まあ、なんかこの後ろがなんか、多分なんか貯水タンクみたいなんですけど。はいはいはい。それも今って気持ち悪いなと思って、うんうん、でその1ヶ月前もここやったんです。ここに、もう本当もうなんていうんですかね、もうちっちゃい、うん、見た感じ、うん、でも大きいものっていうよりかはもう本当人ぐらいの人ちっちゃい子1人分のサイズぐらいで、うんうんうん、でもその時になんか服が見えたとかそんなんはなかったんですけど、ちょっとついてきてる可能性あるってことはまだ現象続く可能性ありますもんね。え、じゃあ絶対僕ここ入ったら良くないくないですか。はい。ちょっといけてます。すいません、すいません、ありがとうございます。優しそうやからついてきてる感はあるんですけどね。受け入れてくれそうやなと思って。子供とかに懐かれたりします？その節はめちゃめちゃあります。だからなんかあるんかもしれない。この子供がなんか懐く周波数みたいなのが出てるんかもしれないから。そうなんですか。うん、でやっぱ子供やワンちゃんって結構あるから、そういうの。そう、うん、そうですね。子供は、まあ、自分もまあ、そのまあ野球やってたら野球選手になりたいとかっていうのもあって、どっちかって言ったら、あれやったんですよ。初め保育士になりたいぐらい子供好きやったんですよ。そうそうそう。だから、うん、そうだ、子供にはよう好かれると思う。友達の娘とかにもめっちゃ好かれると思うんで。うんうんうん。その優しさを感じ取ってるのかもしれないですね。え、なんかあった時どうか、なんか対処法とかあるんですかね。もしあれだったら、もうほんまにやばいってなったらお払いしかないと思うんですよ。でもそのお払いが、僕も結構その、まあ、こういう仕事をしてて、まあ、ぶっちゃけどこまで信じていいか分かんないというか、気の持ちようみたいなとこあるじゃないですか。そうですね、もうあんま深く考えないようにはしますね。うん、だからそのお払い自身も、まあ言ったら本当に払える人もいるとは思うんですけど、まあ、高確率で払えないとは思ってるんですよ、俺は。それなんかこの前の動画で聞いた気がしますね。それ一昨日ぐらい上げた動画、はい、東京関東になっちゃうからあれなんですけど、もしあれだったらなんか水晶かなんかで、はい、こう体を刺激してくれるらしいんですよ、はい、でその体験者さんの方はそのお祓い後に僕とすぐ会ったんですけど、むちゃくちゃ体が楽になったんです、はい、っと言ってたんですよ。やっぱそんなあるんですかね。なんかそれこそなんかたまたまかもしれないんですけど、うん、なんかその仕事してる時とか、そのまあ名古屋にいる時なんですけど、うんうん、でそこう精神的にちょっとしんどいわって時があって、うん、でもその確かにずっと体がめちゃめちゃだるかったんですよね、はいはいはい、その精神的なもんなのか何なのか分かんないけど、この肩とかがめっちゃだるかったんですよ。だからその霊感ある子が、うん、その見えてて叩いたのか、うん、その見えてたからそのお化けがおるからとかって感じでは言われてはないんですけど、はいはい、街中でたまたま、まあ、自転車で通勤してたんですけど、うんうんうん、まあ、ゆっくり行ってたらその後ろからそのお化け見える友達がパチンって叩いてきたんですよ、うん、はいはいはい、でもシンプルびっくりしたっていうのもあるんですけど、はい、そっから精神的な疲れみたいなのがなくなった、精神的とかその肩の痛みとかがなくなったんですよ。ほうほうほう。だからその子は
何も僕には言わんかったんですけど、うん、なんか感じ取って叩いてくれたんか。なるほどね。まあ、その子もどっちかちょっとやんちゃな子なんで、うんうんうん、ウェーみたいな感じで、その後ミミクもせんと僕より先に帰ってた感じの子なんで、うんうん、適当やったんかなんかあったんか分かんないですけど、でもそっから確かにあの気分的にはめちゃめちゃ楽になったんですよ。だあれかもしれないですよ、なんか別に意識無意識なんですけど、なんかそれでそのタイミングが不自然っていうことはなんか危機感があってそうさせたんかもしれないですよね。でも友達は無意識みたいな、無意識の中でなんかちょっとコントロールたまたまが重なったみたいな、その友達についてる方のご先祖様かがお友達が危ないからっていうので操ったんかもしれないですよね、そのタイミングで。いやーなるほどね、うんうん、なるほどね、不自然だったらちょっと可能性はありますよね。いやもしかしたらその友達がキーマンかもしれないですよ。ああなるほど、そのキーマンとかを考えてなかったですね。もしかしたらほんまに払う能力があるけど自分では気づいてない、でその守護霊か何かがめちゃくちゃ強くて、だからもしその友達と会えるやったら何も言わずに一緒に過ごしてみて、もしかしたら友達がやばいっていう風になったらなんかアクションがあるかもしれないし。ああなるほど、うん、そしたら楽になるかもしれないですね。ああでもなんかそのキーマンって言われたら、うん、ちょっとさなんか鳥肌立つんですけど、はい、あのいやじゃあ本当にその子、うん、滋賀の子なんですけど、うんうんうん、僕より早くにちょっと野球やめちゃったんですよね、もう野球が面白くないみたいな、うんうん、でまあ、僕が、まあ、その8月の頭からこっちにいるんですけど、9月の頭に多分一回遊んだんですよ僕、うん、滋賀まで行って、うん、でそのなんか違う意味のキーマンかもしれないですけど、うん、でその後に僕もう一回公園で同じの見てるんで、うわ今なんかそれをちょっと考えてなんか変な意味でテンション上がっちゃってちょっと超えてかなっちゃったんですけど、いやもしかしたらそれもなんかはいはいはい、だ友達に会ったことで一回払えてその公園に女の子が戻って、はい、でまたそのタイミングで通ったから、はい、その女の子連れて帰ってるかもしれないですね。ああはい、いいですね。そう考えたらなんかねいろいろそういや、うん、その2回目見る前あいつに会ってるわと思って、わすごい。えでもたまたまなんですけど今日の昼間ですね、その子にあのそろそろ予定立てて遊ぶやっていうふうに言われたんですけど、なんかの前触れ的な感じがあるんですかね。あるかもしんない。だから本当に今こうやって考えたら何かあるんですかね。いやあるんかもしんない。だから友達も無自覚なのかもしんないけど浮かぶんかもしんないですね。だから何も考えてない時にふとあいつ何してんねやろとかあいつと会いたいなって思うじゃないですか。はいはいはい、はい、それって、まあ、虫の知らせじゃないけど多分ちょっとお告げチックなものやと思うんですよ。だって別に考えてないのにふと浮かぶってやっぱ気持ち悪いものがあるじゃないですか。はい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 、うん、なんか 大好きな彼女とかやったら分かるけど、そうじゃない友達、遠い友達にあ会いたいなって思うってことはもしかしたらついてる先祖とか何か守護霊的なものが会ってあげなさいよっていうお告げを出してるのかもしれないし。なるほど、うん、だからもう一回そのお友達に会った帰りその公園通ってください可能性がほんまにそいつやとしたら、でほんまに次会った時に、うん、ほんまにその1ヶ月以内にその例えばその公園でまた見てしまったらなんか どうしたらいいんですか。だからその時間を避けないといけないじゃないですか。だから次会った時に意識して例えばその時間とかその女の子を目撃しないようになるべく避けて、でもしその公園通るんやったら逆に見ないようにする。多分 見て認識しちゃうと入っちゃうかもしれないんで見ないようにして帰っていくっていうのがあった時にその後にワンちゃんが吠えなくなってもその人がやっぱりキーマンだったっていうのが確定になるじゃないですか。ああなるほど、うん、でもう一回見てしまっておったらやっぱその人が外してくれてあの公園に戻ってまた自分で連れて帰るっていう無限ループに入るっていうのも確定になるからでもなんかそのそれを言ってもらって、うん、すごいなんか合致したというか、うんうんうん、でも
すごい、その考察してくれるのはなんか上から目線ですけど、さすがっすね。でしょ、あんま深く考えたことなかったんであ、マジっすか、よかったよかった。それでちょっとでもスッキリしてもらえたら、うん。おお、でもなんか変な感覚をなんかバグってるかもしれない、なんか面白くなってきましたね、こう考えてみたらあかん、無限ループにはまる子やはい、おー、なるほどなるほど、すごいな、うん、なんかそう、なんかあの自分のなんか名古屋の体験よりなんかこっち話良かったなと思いました。でまたなんか続編があったらぜひお知らせください。はいはい、ありがとう、長いことありがとうね。いや、こっちこそありがとう、ありがとう、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございました。いや、今回はなかなかね、現地まで行ってくれるということで、なかなかインパクトのあるお話だったと思うんですけれども、皆さんもですね、ぜひ体験談がございましたらですね、X の DM の方にメッセージを送ってくれましたら、ちょっとやり取りして、電話なり、直接会っての収録なりと、まあ、いろいろ考えておりますので、もしよかった、興味がありましたらご参加してもらえたらと思います。はい。再び言います。チャンネル登録、高評価お願いします。今回、貴重な体験談お預かりさせていただきましたけれども、本当に誠にありがとうございました。また何かありましたらぜひ日本ゾッとするマップ制作委員会の方に記させていただきますので、ぜひともよろしくお願いいたします。ということで皆さん、本日もありがとうございました。また